皆さん、最悪な日がやってきました。なんですか？西尾の誕生日です。お前最悪だな。最悪の日だわ。一番来てほしくない。まあこれ大体この直近で2人も生まれんな。そうなんです。まあ、最初はまだ良かったんですけど、2人目でちょっとかわいそうなんですけどね、西尾さんも。いや、なんでもないです。なんでもないです。ないでもないです。仕事あるでしょ。マジでダメ。仕事あるでしょ。マジで引く。何ダメ。言え帰りません。帰る。はい、帰りません。帰る。まあちょっと僕が今からちょっと誕生日のプレゼント買いに行こうかな。言うなよ。一番言え。一番いい。今も最悪だなっていう。確かにタイミング的には最悪やな。最悪ですよ。いや、まあまあ、でもこれさ、ね、西尾さんの気持ちにもなろうよ。いや、まあなってあげたいですけど。うん、そうだって最悪って言われてるこの動画見たら悲しむだろ。目の前にいるんですよ。動画見なくても悲しむ。まあ、しかも、今日の日付も言っときます。はい、今日もあの2月3日なんですよ。あ、やめてください。本当に君たちね、まあ、パスもありたい。なんならってお前らは俺覚えてるよ、誕生日。誰一人誕生日おめでとうって言わなかったよな。なんかでも西尾が夕方ぐらいに、おっ、お母さんから誕生日おめでとうって言いました。帰ってもらっていいですか。いや、もうダメ、もうちょっと急がんない。話できない。話できない。座った方がいいでしょ、多分。いや、もういいですよ。大丈夫。いや、お前もう十分面白かった。本当に、じゃあ、いなくなっちゃう、本当に出ていこうかな、悩ますね、ここはちょっと。あ、出ていこうかな。出ていっちゃおうかな。あ、出ていった。出ていった。絶対聞いてるだろ。出ていったよ。こっち行っちゃうよ。ちゃんと聞いてるだろ。じゃあ、開けてみ。もう分かったよ。あと、そう、この間はっきりしたんですけど、俺可愛いって言われたくないって言ってたんです。可愛いキャラなんてやだよ。俺はもうかっこいいキャラがいいっすよ。かっこいいよ、ちょっと。おい、ちょっと待て。聞こえるよ、それは。ここ壁薄いんだから。いや、可愛いキャラは別に言ってくれてありがとうと思ったけど、かっこいいとは一言も言ってねえよ、お前。訂正早すぎだろ。訂正するよ、お前。なんか本当、俺は勘違い楽しい時で会っちゃうだろ。ダメだよ、お前。本当に。いや、でもこの間言ってたんですけど、まあ正直さ、車も飽きたし、でなんか家も新しく住んで何か変わると思いきや、何も変わらなくて飽きました。もう僕はどうしたらいいんですかねっつって。ゆでねえな。でも飽きるよね。今のではっきりしたな、印象が欲しがってるもん。何ですか。女ですよ。一番でやばい。おい、むちゃくちゃなこと言ってんじゃねえよ。お前、特にお前だな、さっきから。あいつだよ、あいつ。さっきからなんかもうピンポイントでなんか変なことばっか言いやがってよ。いや、聞こえちゃうのは本当。もうイヤホンします。イヤホンします。イヤホンしてください。本当に本当だぞ、お前ら。自分の悪口だけは聞こえるんですよ。自分の話めっちゃ聞こえんだよ。なんか一回ね、あのテストで聞き返してくんだよ、自分の悪い話聞こえてると。なんつったつって、いや、何も言ってないつって。お前も聞こえるな。聞こえるな。イヤホンしてよ。聞こえんのよ。これ、あの無限ループっすかね、YouTube やったら。うわぁ、ハッピーバースデー。はい。うわぁ、おめでとう。うわぁ、おめでとう。おめでとう。じゃあ、消しちゃってください。近すぎないかも。消しちゃってください。うわぁ、マジめでたいな。ちょっとね、あのこれちょっとカメラに押さえてもらえればいいんですけど、はい、あの僕ケーキ買いに行ったんですよ、うん、でプレートにカズくんって書いてね、はい、ケーキ買いに行ったんですけど、はい、カズくん、プレート名前どうなんすかって言われて、はい、カズくんでお願いしますっつって、はいはい、あ、じゃあろうそくどうしますかって言われて、はい、ちっちゃいの4本と大きいの2本でっつって、その24歳って多分向こうも気づかなくて、うん、えってなって、カズくんだよねみたいな。その6歳をなんかめっちゃ2本で6本で祝ってんのか、24ではないもんな、カズくんだったら。確かにカズくん子供だと思うもんな。
おめでとうございますマジで。しかもこれねやっぱ優しいわ。そう俺前回ねまあ、カドちゃんの時はほらいちごとかのケーキ、はい、で僕はまあ、別に食えるんですけどそのチョコケーキの方が僕も好きだと話をしてたらみんな覚えてくれそうなことでしょ。はいはい、あ、確かにね。はい、単純、お前らチョコケーキ食いたかったんじゃないの。いや、チョコしかなかったチョコしかなかった。しかもチョコ2つあったんですけど、そんな安い方ですやばっ。ちなみに高そうなケーキだとどんな感じだったんですか、モカの。あ、まあでもほぼ一緒っす。ほぼ一緒っす。もう、もうないかなかったんだ。こんなに別に、高そうなケーキ屋さんって大層なもの買おうと思ったんで、こっちも。ただの不二家なんだ当分ってむずいよな。どうもありがとう、はい、カズくんです。どうもありがとう、はい、汚いです。おめでとう。いいえ、うまそう、これ普通に。カトチョコレートケーキ。チョコレートケーキ好きなの。すいません、なんで完食してんすか。やだお前。誰、いやこいつやらないんだよ。誰の分。お前の分だろ。あ、俺の分だよね。いやなんかそのなんかもうみんなこう待ってる中さ、あれみんな食ってましたもん。食ってない。みんな食ってない。こいつはマジ飯の食うね。ペースおかしいんだよ。みんな食ってなかったか。じゃあちょっと食べますか。食べますか。はい、食べましょうか。どうぞ食べます。まあ終わっちゃってるよ一口。いや終わってないですよ、見てください。全然まだ残ってますから。いただきまーす。うまそう。あ、うまいわ。でもうまいわ、本当に。甘すぎないからちょうどいいわ。なんかちょっと大人の味だね。あの回転寿司でよく流れてくるチョコケーキすごい味似てるわ。確かに俺の誕生日のやつ。あれ、西田さんの懐かしいな。うん、これまずいわ。プレート絶対美味しくない。プレートホワイトチョコかな、それ。あの、店員さんに言われたんですよ。はい。プラス500円出すのもうちょい美味しいプレートありますか。大丈夫です。そんな、いらないだろう。ちゃんと美味しくないんだよ。ちょっと待って、お前ら全部オプション削るんじゃない。だからグレードのさ、はい、チョコケーキ2つあったわけじゃん。グレード安いの選ぶやん。オプションも何も選ばないやん。全然祝わないやん。いや、祝ってますよ。いや、祝ってもらってるけど。開けてください。おー、ね、雑。これっすか。なんでデュファール。デュファールだね。これなんだ、家庭用じゃないのこれ。なんだなんだ、ちょっとか。ペン、なんかボールペン出てきました。まあ、ボールペンは一旦ちょっと関係ない、関係ない、関係ないかもしれない。確かにスタジオのやつじゃない。なんだこれ。間違えて入っちゃった。あー、やばい。うわ、あ、すごい、ちゃんとギフトみたいになってる。おー、すげー。何これ、何これ。あ、鍋だ。あ、全セットだ。おお、あ、おー、あ、しかも取って取れるやつだ。あ、めっちゃ欲しかったやつだよ、これ。すげー、これめちゃくちゃいいやつでしょ。めちゃくちゃいいやつだ。あ、嬉しい。そう、俺食器なかったんよ、何も。フライパンとかもね。そう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 、いや、これがマジ嬉しいわ。あ、ありがとうございます。これめちゃくちゃ嬉しいわ。いいなー、めちゃくちゃ唯一実用的っすね。はい、というわけでね、はい、まあ、全員から誕生日プレゼントもらって、はい、いかがでしたか今日。いやー、もうなんかあったかいね。あー、そんなに、うん、本当に。いや、本当もう再放送みたいになっちゃうけど、はい、やっぱ家族みたいなね。あー、そうそういうなんかでっかくなったなお前。親戚も逆に言うんだよ。家族っつってなんで親戚出てくるんだ。すいません。本当にお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしかったです。素晴らしかったです。素晴らしかったです。何が素晴らしかったです。何が素晴らしかったです。適当なこと言ったのか。適当前から。全然ピンとこない。めちゃくちゃ適当。何もしてない。生まれただけ。誕生日別に何もしてないから。